子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームななこさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。私は今高校3年生で就職をしようと思っています。周りはもう面接に行ったりどんどん先に進んでいったりしているのに取り残されているようでとても不安です。あっちゃんは自分の進む道を決断するときどうやって決めましたか？あと不安な気持ちを少しでも解消させるにはどうしたらいいですか？周りのことは意識しなくて大丈夫だと思います。レースは人それぞれ、スタートは人それぞれですからね。うん、自分に合ってるね職業見つかるといいですね。そうだよね。でも焦るよね。不安な気持ち解消させる。でも本当にそのことに対して全力で、時間は関係ないですからね。そのどれぐらいの気持ちで取り組むかじゃないですか。それでなんかやりきったって思えたら、それではそれで成功なんじゃないかなって思いますけどね。なんかとりあえず一回忘れてとかはしないかもね。これちゃんとやんなきゃっていう仕事がもしあったらずっと考えてますよ、私そのこと。でも終わるまでちゃんとなんか毎日結局考えたりとか、じゃあそれに対して何ができるかとかって動くのが達成感にもつながるのかなって、あ、やっててよかったなってやっぱ思いますし、その体制やり方っていうのは。だからちょっと考えて不安でもいいんじゃないですかね。後からなったら絶対あの時いっぱい考えてよかったみたいなって思うんじゃないかなって。私は不安とかは嫌いじゃないので。ななこさん頑張ってください。頑張り時ですもんね。さて今週は23日から私も出演している月9ドラマ民衆の敵が始まります。ということでタイトルの民衆にちなんで人がタイトルに入っている曲をセレクトします。今日はバックナンバーの半透明人間です。昨日透明人間流したね、ピンクレディーの。今日は半ちょっと透明人間です。これは2011年のセカンドシングル花束のカップリング曲で、ライブでも人気の一曲だそうです。私バックナンバーさん最近来てるんですよね。みんなが歌ってくれるからさ、カラオケとか行ったら歌詞見てるとすごいいい曲いっぱいあるんですよね。そういうの好き最近。それではまた来週。前田敦子でした。君の前